マクロメディアフリーハンドは、マクロメディアが開発していた 2D のベクターイメージ編集ソフトウェアである。当初、アルツィスにより開発が開始され、アルダスが販売を担当していた。競合製品にアドビイラストレーターがあったが、フリーハンドの販売元のアルダスが、競合製品のアドビイラストレーターを開発するアドビシステムズに買収されてしまったこともあり、マクロメディアが獲得する。 その後さらにアドビシステムズにマクロメディアも買収されたことによりフリーハンドの開発はマキサで終了した。なお11.01に限りアクティベーションを必要とする。プレビュー表示での編集機能やレイヤー、RGB 色指定をサポートしたのはフリーハンドの方が早かった。単一ページしかサポートしないイラストレーターに対しフリーハンドは 複数ページをサポートするという利点があった。パースペクティブガイド等独自のアイデアもあった。一方、描画地のアンチエイリアス表示がなかなかサポートされなかったり、イラストレーターのパスファインダーに相当するパスの論理、演算機能がエクストラとして実装されていたり、時代遅れな面も多々見られた。これは、開発元の相次ぐ買収により、かえって開発が停滞したことが、 大きな要因である。最後は競合製品を有するアドビシステムズにベンダーが買収され消えていった。ありがとうございます。